町のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、トゥドゥン、サン宝石。はい、先月も1回サン宝石で買い物したんですけど、今月もまた新しい商品とか出てて可愛いものもあったので買ってみました。今日はこちら購入品紹介していきたいと思います。それでは開けていきます。うわ、めっちゃ可愛いわ。あー、なんだこのチラシ。もうね、サン宝石ってチラシ見てるだけでも楽しいんですよね。おー、まず1つ目こちらです。スクイーズです。クリームサンドシュガーパンのムニムニスクイーズということで、今回購入品スクイーズがちょっと多めになっています。いろんな可愛いのあってさ、地味にね、これがいくらだったっけ。これで590円。サン宝石の中だとちょっとお高めのものになってたので、どんなのかなって気になって買ってみました。あー、クリームパンっぽい香りがしますね。でむにゅっと、あー、低反発ですね。ヒューッとゆっくり戻っていきます。いいですね、ゆっくり戻っていく感じ。おー、後ろもとってもリアルです。続いてがこちら、うさぎパンのムニムニスクイーズ。うさぎめっちゃ可愛くてつい買っちゃうよね。袋から出すとこんな感じ。他にも色があったんですけど、私は黄緑が入っていました。これは高反発ですね。シューッと空気が抜ける音がします。聞こえるかな。これも甘い香り、クッキーみたいな甘い香りがします。続いてこちら、マカロンのスクイーズです。確かこれ色を選べなくて、今回は黄緑入っていました。これもうさぎと同じ高反発のスクイーズです。で、真ん中の白いのが多分シリコンコーキング剤なので、いい匂いはしないです。だけど見た目がとっても可愛いので、これはストラップにして私どっかにつけたいなと思います。続いてこちら、食べかけドーナツのムニムニキーホルダーです。いや、これめちゃくちゃ可愛いですね。食べかけなんですよ。香りは甘い香りがします。まあ高反発だけどいい感じの触り心地です。次がこちら、スクイーズ最後になります。これが白い四角に見えると思うんですけど、お豆腐のスクイーズです。どんなのかなと思って買ってみたんですけど、中には液体が多分入ってて、すっごいプニプニする感じです。こんな感じで面白いですね。くにょくにょって、もうこうやって永遠に触って楽しめる感じです。なんか白いから豆腐じゃなくてお餅にも見えそうですね。こんな感じに伸びます。続いてこちら、パール付きアジサイ風お花イヤリング。こっちが紫と青色、こっちが黄色と桃色で別売りなんですけど、このセットで99円。めちゃくちゃ安いし可愛いと思って今回買いました。近くで見るとこんな感じで、真ん中にはパールが付いていて、裏はパチンと挟むタイプのイヤリングです。私はイヤリングにしようと思って買ったわけじゃないんですけど、カバンとか靴とかにパチンってつけると可愛いかなと思って買ってみました。あとこれを改造してバッグチャームとかにもできるんじゃないかなと思って、まあデコパーツとして買ったっていう感じです。次がこちら、じゃーん、ネックレスなんですけど、チェーンが3連になっているタイプのやつ。こういう3連のネックレス手作りしようかなと思って手芸屋さん行ったんですけど、あんまり気に入ったチェーンがなくって、サン宝石見てたらちょうど可愛い3連のチェーンあったので、これを土台にオリジナルのネックレスにしていこうかなと思って、これもまあ DIY のパーツとして買ったような感じです。続いてこちら、 UV レジンのパーツです。レジンパーツセットみたいなのが売ってたので買ってみました。丸い空枠ですね。そしてハートの空枠と、これが写真立てみたいな空枠になってます。あとはプラスチックのソフトモールドで作ったモチーフにくっつけられる金具っていうのかな、両サイド穴が開いているので、ここに丸カンを通して違うパーツへと接続していくことができるというものです。この全セットで180円。めちゃくちゃ安いですね。こういう大きめの丸い空枠ってあんまり売ってなくって、なので手に入って嬉しいです。小さい丸は結構売ってるんですけど、大きいのってあんまりないんですよね。次がこちら、見ての通りリボンです。で、前回間違って黒いリボンを4つも頼んじゃって、今回はとりあえず1つ頼んでみました。で、どういう素材なのかなっていうのも知りたくて、ちょっと試しで買った感じです。後ろはこういうピンなんですね。挟むタイプのやつで、素材的には透け感のあるレース素材のリボンですね。ちょっとブライスちゃんにつけていきます。これももちろん人形用で買ったんですけど、内側で。あー、かわいいかわいい。ブライスのサイズにぴったりですね。こんな感じで、これだったら他の色を買ってもいいかなって思います。これこんな安いんだ。これで20円。これで20円だって。これまた買いましょう。違う色を次買いたいと思います。20円でこれは安いでしょう。よかったね。うん。最後がこちらです。私こんなの買ったっけって思ったんですけど、これ2つプレゼントです。前回は下敷きと定規がついてきたんですけど、今回もプレゼントつけてくれております。これがメモ帳ですね。全部で7種類ですね。7種類のミニメモ帳がついてきてます。あとはペンと、これもなんだろう、ベストフレンドって書かれたストラップですね。小さいやつ。このペンは水色です。水色のよく出るボールペン。ということで、今回購入したもの10点プラスプレゼントが2つ。ということで、合計12点ご紹介していきました。今回購入した中で個人的にお気に入りなのが、やっぱこれですね。この真ん中にパールのついているお花のイヤリング。イヤリングとして使う予定はないんですけど、めちゃくちゃ可愛い。ちなみにちょっと耳につけてみようか。でっかでも可愛いですね。耳元のモフモフ感が半端ないんですけど、ありっちゃありですね。で、私はこれを改造してバックチャームにする予定です。あともう一個、これは良かったなって思うのがこれですね。3連のネックレス、これも改造するために買ったんですけど、このまんまでも可愛いし、手芸屋さんでチェーン買うより全然安くてお得だなと思います。ちなみにこれをつけるとこんな感じ、こんな風になります。可愛いですね。これはこれですっごい可愛いと思う。他にも欲しかったものあるんですけど、やっぱ可愛いものってみんな買うのが早いみたいなので、私もちょっと頻繁にサン宝石さんチェックしていきたいなと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。